皆さんこんにちは。今日はですね、貫通エクステンションのご紹介をしたいと思います。この貫通エクステンションには2つの大きな特徴があります。まず最初はですね、叩けるということなんですね。従来の製品ではですね、叩くとビットが抜けなくなったり壊れてしまうことがありました。この貫通エクステンションは回転を伝えるためのエクステンションとともに衝撃を伝えるっていう機能も有しています。これ GT ドライブっていう私たちの製品ですが、これ貫通型のグリップなんですね。装着をします。さらに六角軸を装着することによって、これも一気通貫に衝撃を伝わることができます。貫通型の GT ドライブに装着することによって、奥まったところの固着ネジや、あるいはエンジン周りの下からしか作業ができないようなところってありますよね。衝撃を軽く与えることによって外しやすくするという風な製品です。もう一つの大きな特徴は、この差し込み部にですね、溝が2箇所あるっていうことなんですね。これなぜ2本あるかというと、1本目はですね、こういう電動インパクトに装着するための溝の位置で、もう一本はですね、エアードライバーであったり海外製のですね、電動ツールにはこういう別の位置の溝が必要であったりします。この貫通エクステンションは機種によらずに使えるように溝を2本設けております。この貫通エクステンションとぜひ一緒に使っていただきたい製品をちょっとご紹介しますね。それがこのネジキャッチなんですね。これはですね、ここにあのビットにこう装着します。このネジキャッチ、強力な磁力がついてますので、ネジを落とさずですね、外すことができる。特にですね、エクステンションって言いますと奥まったところの固着したネジを外すので、ああネジ外せたぞって言ってもポロッとね、ネジが落ちるとですね、またあれどこ行ったどこ行ったってことで、まあ、大変なことになりますので、奥まった時に使うエクステンションにはですね、このネジキャッチぜひね、ご一緒に使っていただければと思います。まあ、最近ね、こういう空張りもできましたので、ぜひお使いくださいませ。この貫通エクステンションとベストマッチする製品がこのネジダスバズーカとネジダスモグラです。もうお使いいただいている皆様もいらっしゃるかもしれませんけれども、奥まったところのですね、プラスネジあるいは六角穴付きネジも外したいんだよ。ただこの今のネジダスモグラとネジダスバズーカちょっと短いんで、ちょっと届かないんだよっていうね、お客さんからの声もありまして、でそのためにですね、このエクステンションを使えばですね、モグラとバズーカも装着できますので、奥まった場所の六角穴付きボルトであったり、奥まった場所のプラスドライバーの舐めたものも外せます。でなおかつこれ貫通グリップ GT ドライブも一緒に使うことによってですね、衝撃も伝えることもできます。ただ先ほどご紹介しましたこのね、ネジキャッチも使うとですね、もう万能のですね、ネジレスキューのトリプルエースということになってございます。最後にもう一つですね、これと使うとまたね、面白い使い方ができるというのがですね、この DZ50 ラチェットドライブなんですね。貫通エクステンションと DZ50 ラチェットドライブはどう相性がいいのかというとですね、装着します。六角軸のタップ、六角軸タップっていうのは市販されてまして、この DZ50 はそもそもですね、タップを切るためのツールでもありまして、六角軸のところがですね、落ちないようにホールドできてますので、タップ作業中にすっぽ抜けがないっていうのは大きな特徴だったんですね。で当然この貫通エクステンションにも同じ機構が採用されてますので、まさに DZ50 のそのまま延長型になったというような捉え方です。ですので奥まった部分のですね、ネジ切りには最適です。いかがでしたでしょうか。貫通エクステンション、ぜひお試しください。